今日は朝から全国的に平年を上回る暖かい陽気となっています。東京でも桜が開花目前です。丸々と膨れたつぼみからは綺麗なピンク色が顔を覗かせています。東京の開花発表はもう間もなくと見られます。東京の靖国神社には桜の開花の基準となる木があり、5輪から6輪が咲いているのが確認されると気象庁が開花を発表します。午前に開花は確認されませんでした。気象台の職員によりますと、開花は 2,3 日後になりそうだということです。今日は南からの暖かい風が吹き込み、全国的に平年を上回る陽気となっていて、大阪や福岡では気温が20度を超える見通しです。